北海道アッケシュ軍の一アッケシュ軍は、北海道奥城総合振興局の軍。人口14,456人、面積 1,162.89km、人口密度12.4人、平平方メートル、以下の2町を含む、1879年に行政区画として発足した当時の軍域は、上記2町に、 川上郡渋茶町の一部、根室市の一部を加えた区域にあたる。江戸時代の厚岸郡域は、官営年間に、正木藩によって、厚岸場所が開かれていた。江戸時代以前から、明治時代初頭の交通について、陸上交通は、沿岸部沿いに都東国の函館から、千島国方面に至る道の途上となっており、完成11年から12年にかけて、 串路線を大取士官キ里が開作され、文化5年には、あっけし在住の市、庭金助が、函館奉行の許可を受け、江蔵を雇って、あっけし線を大取士官約5リハンを開作している。これら西の串路軍から、あっけし軍に至る道は、現在の堂々根室浜中串路線の前身である。あっけし伊藤については、あっけしから、あっけし軍ビワに至る七里19町。 岩瀬から、混戦国境を越え、根室国根室郡発、当時までの七里二十八町の道があり、このほか厚岸から遠種別までの六里十八町、遠種別から、厚岸け姉別まで五里六町の道や、厚岸から姉別間は、厚岸から、厚岸港を経て、ベカンベウシ川を遡り、変還変牛で上陸して、姉別に至る経路、厚岸け姉別から、 混戦国境を越え、根室国根室軍に別に至る、川船6里余りの経路もあった。海上交通は、北前船の航路が開かれ、あっけしに寄港することもあった。また、あっけし軍姉別から、根室国根室軍、根室まで海上を切り余りの航路も存在した。元禄十四年、あっけし場所の一部を先、キータップ場所が開かれている。完成三年、 もがみ内により、あっけに、あっけ神社の前身の神明宮が創立される。江戸時代後期、あっけし軍行は、東江戸地に属していた。国防のため、関西十一年あっけし軍行は、天領とされた。文化元年には、あっけに、江戸三漢字の一つとして、国体寺が建立された。文政四年に、あっけし軍行は、一旦、正木藩領に服したものの、 安政2年再び天領となり、仙台藩が厚岸に出張陣屋を築き敬語を行った。安政4年4月、松浦武史郎により魔竜に八幡田大臣を法案した祠が建てられている。これは、後の厚岸新流神社の前身である。安政6年の六半分量に伴い、仙台藩領となった。母親戦争終結直後の1869年。 大法律領の国軍里政を踏襲して、アッケシュ軍が置かれた。当初は、現在の根室市南西部及び南部も含まれていた。北海道1.2級町村制止工事のアッケシュ軍の町村。ありがとうございます。